ルブルめえ。私はまたも悪夢の目覚めを迎えた。これは夢側ってことかな。えも言われぬ紅葉と背筋が凍るような死の恐怖、やはり思い出せない。思い出せないが、悪夢であったことは違いない。疲れを悟った私は芝居、あなた疲れているのよ。またも癒しを求めてスマホを片手に街をさまよい歩いた。これは夢かな、現実かな。パチモン GO に夢中になっているうちに、街には夜が訪れていた。歩きスマホをするなよ。夜の街に現れる物騒な輩とともに、人ならざる者が現れる雰囲気を私は感じ取っていた。さすが暗黒街渋谷、きっと彼が来る。そう私は予見していた。あ、おじちゃん発見。おじちゅー、ゲットだぜ。ドン、ギャー。やっぱり歩きスマホはとても危険ね。みんなやめようね。いいメッセージ。おい、どこ見てんじゃ姉ちゃん。正義末ぶっ殺すぞてめえ。ひー、ごめんなさい。あ、免許持ってんのかこら。てか何こいつ、いつの間にか正義末にでもなったのかしら。謝って済むならね、警察はいらねえんだよ。出たわ定番フレーズ。あなたみたいのから市民を守るために警察がいるのよ。じゃあどうしようって言うんですか。そうだな、今ぶつかって怪我しちまったから、治療費よこせや。金だ金。え、金でいいんですか。ひゃっは、金だ。じゃあ水だ。こいつ金なんか持ってやがったぜ。今じゃ血服金にも紙にもなりゃしねえのによ。と、いらない側じゃないか。どこを怪我したって言うんですか。頭が悪くなっちまったんだよ。それは大変、連れて行かないと。それ今のと関係ねえだろ。ごちゃごちゃ言ってるとね、こいつみたいにしてやんぞ。だと思った。おじさん何してんの。松根行くもずは金来たら、おいはぎにあったべ。前が見えねえ。大丈夫？てか頭皮を気にしてるのね。おいはぎとは言い過ぎだぜ。ちょっとお金を工面してもらっただけだろ。えひ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 え。唐突に笑いすぎでしょう。絶対決めてるわねこいつら。おじさん逃げるわよ。おいおい、簡単に逃げられると。あ、待ってんのか。キャー、話して、誰か助けて。助けを呼んだって誰も来やしねえよ。ヒヒーン、なんだてめえ。馬かよ。馬現れるところ乱あり。ユーマ、なんでまたここにいるの。こないだのレースの祝賀会をバイト仲間が開催してくれたんだよ。工事現場のバイトの。無駄に仲間思いの人たちがいたものね。ちくしょう、馬ごときが人間様に立てつくんじゃねえぞ。芝居は俺が守ってやる。かっこいい。俺も守っとくれ。馬が、ほざきやがって。俺様に勝てると思ってんのか、こら。芝居、下がって。うん。聖域末覇者ではなく、国王号ならぬ、黒毛じゃないけど、そっちが来ちゃったの。ミッションスタート、やる気が低いな。とりあえずこの状態から、何が落ちた？びっくりマーク。おお、やったー。やっつけちゃって。トークでやる気あげないとな。東海は物騒なところだな。ほんと物騒よ。牧場に早く帰りたくなってきた。ホームシック。さてどうしようかな。刺激的よね。慣れれば楽しくなってくるのかもな。ほんとはいいとこだよが正解か。40ポイント。ダウン。全面に吹っ飛んできた。危なくなったらいつでも俺を呼べよ。何、笛でも吹けばいいのか。どうやって呼べば。のろしをあげればいつでも駆けつけるぜ。それでいい。てか、のろし都会でやったらな、怒られそう。お、バトルを繰り広げてる。ちょっとかっこよかった。危ないから家まで送ってやるよ。
乗せてって。何甘えてんだよ。ったく、しょうがないから、お姫様をお送りしますか。王子様。ボコボコにしてやるぜ。ぐえ。ユバ、負けないでね。オラの恨みを晴らすとくれ。悪は潰さないとな。断絶させて。俺の後ろ足が火を吹くぜ。100ポイント。はっ！てや！しまった。連発したら、連打したら。100% のやつは見逃しちゃった。こいつただの馬じゃねえ。俺は甘く見るな。とりあえず、今ある分は消費しちゃって、その後に動画を見てと。夜空の星が綺麗だな。あ、子馬座。よく見つけたね。馬の星座は全員子馬座なんだよ。へえ。頼りになる馬ね。アッシーとしてもな。こんな危ないところに一人で来るなよ。ごめんなさい。素直に行こう。素直に謝られると調子狂うな。まあ俺に心配させるなよな。怒ると怖いとかね。ちょっとからかってあげたかったな。俺本当は暴力が嫌いなんだよな。嘘つけ。いや、レースで散々、レース中は一生懸命だから覚えてないや。こいつ悪いことを悪いと思ってない真の邪悪。おりゃ、はいや、そこは、おお、あったーとか言ってほしかったな。ヒデブ、まだまだ俺様が馬ごときに負けるはずがねえ。あいつ、諦めないわね。芝居は、ここで何してたんだ？スマホゲーム。内緒にしてみよう。内緒。別にいいけどね、興味ないし。シュン。くらえ、エクストリームホースブラストアッパー。え、技名なんてあんの？技名ちょっとダサすぎない？すげえ言いづらかった。昔オラが伝授した技だべ。伝授してるくせに負けたのね。本当はいいとこだよ。で、じゃあ芝居が俺とデートしていいところだよだな。紹介してくれよ。芝居はここで何してたんだ？あとスマホゲーム、馬ホゲーム。スマホなんて見てないで、俺だけを見てろよ。叱るところが違う。ちくしょう。なんかかわいそうになってきちゃった。正当防衛だよ。ダメか。ここで私のために黙って殺せ。そうだな、芝居のためなら俺は悪にでもなる。家なき子のあの歌を思い出すな。おお。毒霧を吐いてきたぜ。うう、泣いてるわ。もう勘弁してやって。ようやく半分いったな。もっとやれ、やっちまえ。おじさん、ちょっと黙ってな。はい。直立不動で、やる気はビンビンしてるので、おらららと、ちょっとでかいな音が。毒斬り、臭いものが出してるぜ。動物は消毒しないとな。まだ100ポイントいける。よし、で持って、か、母ちゃん。彼も人の子なのよね。でも情けはない、慈悲はない。悪は潰さないとな。まさに断絶させて。俺の後ろ足が火を吹くぜ。
母ちゃんを楽させるために田舎から出てきたのに都会じゃ失敗ばかりだ。なんで身の上話を聞かされてるの。しまいには馬に蹴られて。おいらはどうしたらいいんだ。母ちゃん黙って真面目に働けばいいのよ。ほんと途中ぐさりと行くよな。だがそれがいい。かわいそうだべ。うちで雇って。おいおい勝手に話進めんじゃないわよ。でもな、いい農家になりそうだな。ハート様みたいな温和な表情になりそう。もうやめて勇気、あいつのライフはゼロよ。書いてないことまでつい喋ってしまう。よし、これでおっとまだ足りないか。ラスト。はい、絆が深まって、うまー。もう深まり終わってくれないかな。見事に蹴散らしたわね。ヒヒーン。ほう、ヒヒーン。これはあれですね、馬のおけつとね、陰部を晒してますよね。馬丼。もう芝居に関わるんじゃねえ。はい、申します。どつらどつら。これで安心かな。ありがとう。あいつも即死の恐怖を味わったでしょうね。だいぶなぶられてたけどな。同情はしないけれど共感するわ。さ、帰ろう。ちくしょう、このまま引き下がれるかよ。お、意外な展開。ガサ。キャー、二度目かい。芝居。おい、一歩でも前足を動かしてみろ。こいつがどうなってもいいのか。やめろ。超ピンチなんですけど。とう、どか。うえー、あなたは。これが自家よっこにいたやつ。イケメン馬が、イケメン馬がもう一人。龍馬。よう。知り合いなの。イケメン馬業界も狭いのね。あ、助けてくれてありがとうございます。龍馬さん。てめえはろくに人一人守れねえのかよ、ユーマ。競走馬の風上にも置けねえぜ。私は無視かい。くま、それでもこの間のレースで優勝したらしいじゃねえか。ああ、知ってるのか。でもな、今度のレースは俺が出るからな。そこで優勝するのは俺さ。何。ま、その長い首を洗って待ってな。待て、龍馬。一体何が起きてるの。ということはまだ続くということですね。はい、痛快予告。昨日は怪我のためおじさんは夕方のトレーニングに付き合うことができなぞったつ。一見はあんず、おじさんはスラーの牧場へ夕方と共に遠征に向かってくると数倍のお願いする。すぶすぶ向かったその先には町で救ってくれた龍馬が姿があった。夕方と龍馬の因縁の二人がまたま開口する。図解宿命のラバル。おー、止め様。無駄に長えな、ほんと。はい、プリうま。プリンがうまいねの略です。第9話宿命のライバル、10話ぐらいで終わりかな。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。